うーん今日は何をしゃべりますかねやすみさん。<laughs> 一体何をね、どこに向かっていくんだろうかこのひとつき万冊というものはということではいはい、えー。文春オンラインで YouTube ランキングが多いそ<う>という形で,そうですね、えー、ありがたいことなんですけどねあれありえへんよねやっぱりどう考えてもそ登録者数がさ、うん なんか桁っち違うじゃないですか、の上の方の人と。1000、えー、万人とか超えてますね。課金とか、<laughs> はじめ社長とか。<laughs> はい、どういうことなそれ。おかしくね。うん、まあそういう状況では5 0 50倍違うんでしょう。<laughs> <laughs> まあ刺さってたんでしょうね。うんうん。あも、何を意味しての、ちょっとそ,れかそのありえない現象が何かって理解したい。理解したい。 ポイントの一つですね。うんうん。うんこれはやっぱガチ時事問題系っていうのがいないからですよね。ああ、一つは一、ね、つはその例えばですね、文春オンラインのユーチューバーランキングをね、見たらですね、こう一月満冊っていうのがですね、こう載ってるわけじゃないですか。うん。ねでこれなんで一月満冊が入っていたかっていうと、他のランキングを見るといわゆる時事問題について うん、真面目に語ってるところがない。あんまり。あ真面目に語ってるつもりやのよ、ね、百田さんとかさ、ひろゆきさん。うん、だまあそういう意味では、時事問題系だと言えるんでしょうけど、だからやっぱ、なんだろうね、その、時事問、ひとつ万冊がなんでここに入ったのかっていうと、うんまあ、一応ランキングをチェックするとですね、百田直樹さんとか、 入ってるじゃないですか、うん、であとひろゆきさんとか入っててでこういうあと、ま、これこれさんもある意味どうなのかな暴露系 YouTuber なんですよこれうんまあだから YouTube における文春みたいな感じですよはい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 でえー、っと私個人的にですねこの中で あのぜ一番見ているチャンネルっていうのもですね言いましょうかはいヒカキンさん一度見たことないです江頭さん次、えーえー、見たことあります結構面白いですよあそう、はい、何の話しんえいや普通にお笑いとして面白いあお笑いなんで,、うん、で次にヒカルさんとはじめ社長見たことないですね<ー>でひと月き万冊はもう死ぬほど見てもう見たくない <laughs> 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 ももう何千歩も見てしま次、ハラミちゃん、ヒロシ見たことない、広ろも見たことない、これこれさんは記事で見たことある、篠原恒一郎さんっていうのはですね、なんか、えー、こ,これで初めて知ったんですよ、私。で知ったので、えー、ほとんどこの知らないんですよね、私は。んで、えー、スーツ交通さんっていうのは、いわゆる旅行系のユーチューバーですねで。名前ぐらいしか知らないですね。 本田翼さんっていうのは、これは、あの、ファッションモデルの本田翼さんなのかな多分そうなんだろうな。はい。で、私が一番見ているのはですね。うん。持丸日記です。何それ。持丸日記知らん知らん。かわいい猫ちゃんのチャンネルだよ。ああ。はい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 。 もちさまですよ、もちさまもちさまえ、もちさま何歳なんですかえ、もちサ、ま、えっ、ー、と、そちまるチマ何歳って書いてあるんですえ、もちまる 記事どこいったつ、記事教えて。記事？記事？モチマル日記は何歳って、あのそう要するに一月満足四十三歳って書いてておかしいよ。そう,そう、謎謎謎なんだよね。なんやね一月満足ちゃうかい？清水ゆう子が四十三歳。<laughs> 清水優子が四十三歳であって、えー、っと一、ね、月満足は七歳で七歳です。<laughs> 持チバ日記さんはこれ十三位なんで年齢書いてないですね。そうやって取り上げられてない。ああ。 あと、東海オンエアさんっていうのも名前くらいしか知らないで、中田敦彦さん。これはですね、あのビジネス系 YouTube では一番成功していて、えー、読書系のユーチューバーですよ。ああ、そうなんですか。はいじゃあ同業者、えー、ただしですね、取り上げている本が、サンマーク出版とか。あかんやんか。<laughs> んかあかんやんかそ。そういう、えっと、スピリチュアル系か、素人。えー 素人インチキ騙し系でもねチャンネル登録者すごいよ490万人やはいもう大ヒットですよ安富さん真実な人物、えー、のね勝ちもないんですよ <laughs> なんで私は安富さんなんかと組んでやっているのか、えー、もう本当にに金儲けのこと考えたらねこういう方向に振り切らないとダメじゃあどう考えても間違ってるよね間違ってるよ間違ってるよ中田さんのね<お>取り上げてる本とか私チェックしたことありますよ いやー参考にしようと。中田さんは一体どういう本を取り上げているのかなっていうふうに思ったんですけど、何個かチェックすると、あのサンマーク出版とかね、あのそういうこう <laughs> いっぱい出てきて、あそうですかみたいな感じで。はい、この人は芸人さんええー、なんかもともと芸人さんだったんだよね。<laughs> オリエンタルラジオはい、そうです、そうです、そうです。そうですっていうのなんか。 あれやんの、うん、で最近取り上げた本がですね中田さんが取り上げた本が、まあ嬉しそうな本やなーって思うのがこういう本です痩せたい人はカロリー制限をやめなさいあっれかーこれだから YouTube1 位とかやっ u みてみたら Amazon1 位とか、はい、うちもこういうことをしないとダメなんですよねっうん なんか,か健康本でいきましょうか。うーん、いやこれね、本当に痩せたい人は馬に乗れとかダメうん。乗れない <laughs> どれを最近あっちこっちにあるから。痩せたい人は馬を見ろ。<laughs> 見る？<laughs> <laughs> 見ただけではあかん,ん。いや,いやあかんとか言ったらダメなんですよ。痩せたい人は馬を買えとかどうですか？ダメダメダメ高いから。<laughs> 安いよ100万ぐらいで安いの、うん、全,全然ダメ全然ダメ全然ダメ,ダメ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 出たい人はうん出たい人はまああとはえっ、ー、と例えば、うん、あのこういう本とかを「うつになれ」みたいなソフトなこういうこのこの,この人もねえっ、ー、とベストセラーを出しているう人なんですけどもこの面白いほどやる気になる本ぐうたらな自分がついに動き出すこういう感じこういう感じ 素晴らしいじゃないですか。はい。こういうのがいいんですよ。心理学者。はい。じゃ、これ、これで、これでいこう。今日の話はこれ。え、面白いほどやる気になる本、読んでねえし、今から。今から、今から、今から考えるの面白いほどやる気になる方法。うん、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 考えなくていいですよ。大丈夫ですよ。大丈夫で大丈夫、大丈夫です。どうせ考えても、あの、みんなできないから。はい。 無 <laughs> 無理無理安無富さんのやる気の出す方法なんて言われても<あ>れ <laughs>、うん、そんなん無理やて、うん、あと,、えー、とこ,こういうのとかもありますね <laughs> ご紹介されてる本に、はい、朝5時起きが習慣になる5時起き快眠法、うん、5時間5時間朝5時起きが習慣になる5時間快眠法か、うん、ショートスリッパー入門 ショートスリーパーなんかなった赤あかんと思うやけど俺私だいたい私大体45時間やな五<あ>6時間それもうちょっと寝たて寝られへんしもうメラトニン摂取したら寝れるようになりますから寝られへんのもうの家に2人も赤ちゃんおったらまあそれは普通逆に赤ちゃん2人いるんやったら5時間、うん え寝れる時間とか無理です、3時間とか2時間の駒切れが積み重なって書き集めてよ、きいてるみたいな。あとは、えー、もう一個はこういうやつ。<laughs> 人は聞き方が9割。悩です、ね、1>, 1分で心をひ開き100、100%つかれる聞き方のコツ、15万部超えのベストセラー。教えていや。読んでくださいよ。いや a いみやろみな 教えてよ。読んで教えてよ。みんなさ、一分で心開いてさ、開かせて、で百パーセント好かれ好かれたいやろ？でも読むの面倒くさいやん。いそんなね、読むのめんどくさいやん。だからいうそういうの流行るんですよ、うん。なるほど。でもそんなおかしいや。一分で心が百パーセント。ああ、もうダメダメ,ダメ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 。そんなことだからみんな好かれたいんだ。<laughs> これさや、やっぱ百パーセント好かれるよ。<laughs> 無理やんそんな。無理とか言わない。渡部さんとかで好かれるの無理。岸田さんとかがくとありえへん。 まあいいじゃないですか別に無理やろオリラジの中田さんはですねあの成功されてますご予報も紹介ああでそれをさ上回ひとつきまつわってどういうことなんですいやだからで450万人は登録者いい490万人だからこ。90万人うん2倍負けてるじゃないですか20倍そうねはじめ社長に至った五50倍負けてますよえ宮迫さんってこれひとつきまつわっとか買ってるんですか 宮迫さんは芸人だよね。これ、吉本のもの、えー、で、朝倉さんはこれは確か格闘家兼 YouTuber。 あーあれあの時々めっちゃ <laughs> あのえっとめっちゃあのオタクの格好して歌舞伎町でゴミ拾いとかして絡まれたらたちょっと脱いでいいっすかっ,ってムッキムキの体を見せて面白いよ体張ってるか感じなんでそんなことすんのみたいな <laughs> 格闘家だけやってたら食えへんからやってえ怖すぎやそっちが <laughs> でフワちゃんってなんだ ふわちゃんって何なんだろうなふわちゃん,、うん。お笑いタレント。百田直樹さんってあの百田直樹さんなんだろうなあの百田直樹さん,、うん。百田直樹さんの YouTube チャンネルそもそも何人いるんだ、えー、?YouTube チャンネルは24.6万人。同じぐらいです、ね。同じぐらいなんか。うん、一緒分。ユーチュー t u としては、それはシミズルコの足うん。 なんでだろうね、ヒカキン100 1000万人。どかしいと思うやっぱりこの上の5人とか、<laughs> <laughs> のを比べたらさ、<laughs> <ん>めちゃくちゃやいや、これはあの私、文春さんがひたつき前に集また文春の。 あのすりゃ出てね <laughs> ちょっと持っといてからっていう <laughs> メ,ッメッセージなのかなっていうふうに思ったんだけどねてまあそうねまあいや別にいちいち言わんでも「文春の本は読んでるよ<笑><笑>週刊文春」も「文藝春秋」もどっちもあのデジタル版も契約してるしたまにリアルな本も買うよ<ん>ヘビーユーザーだよんー、うん 何なんすかね、これ。はこのハラミちゃんっていうのはこれはピアノ弾いてはん。いうん、なんかピアノ弾いてる人らしいね。ピアノ配信の YouTube なの？全く知らん。全く知らん俺。私もバイオリンを弾いてハラミちゃんみたいになろうか。うん、無理でしょ。無理やな。無理,考えて無理やな。無理でしょ。言うだけ無だよ。無理でしょ。あのなんかこう人々に、えー、何かメッセージを届けたい。 とか人々に真実、まあ、真実を明らかにしたいとかそういう欲求が強すぎるでやっぱ伝わらないんですよねいやまあそれは多分よねエンターテインメント系なのは伝わるわけですようん、うん、だからまあこのそういう意味ではこの上の4人はさいいじゃないですかはいはいはいうんだけどんで一つきます入ってんだろうそこがおかしいようん すごい、もうちょっと、だって、一応、その文春の、いさ、私が初め、これ得票率、得票数かと思ったんです、48。43か。あ、43。なるほどそんいや。そんな少ない得票数だったら、そのぐらい来ちゃうこともあるかもな思ったけど、<laughs> これ、年齢です。<laughs> 年齢だったんだよね。そして、ひとつき摩擦43歳だけど、7歳だから。<laughs> だからそのこれ得票数じゃなかったからさ。うん、ということはやっぱりもっといっぱい入ってるわけじゃないですか。まあ5,000人ぐらいに聞いたらしいよこれは。おおだったらやっぱり千票ってことはないけどさ何百票が入ってるわけでしょう。まあそうね。いやーでももしかしたらですね下手するとですね「ヒカキン」に2,000票入ってて「江頭」に1,000票入ってて。<laughs> はじめ社長に、えー、750票入ってて、光るとかにも750票ぐらい入ってて、残りひとつき漫が100票とかで、あとハラミちゃん80票とかさ、<laughs> そ可,能 <laughs> 可能性もあるなぁ。得票数書いてないから、これ <laughs>。書いてない、ぞ気になんねんけど、ちょっと文章教えてよ。<laughs> うん、<laughs> でも,も、これ大変な時代ですよね。うん、大変な時代よね。で、後でこれ、何が起きるかってさ、 このここれを見ているこの記事を見ている人、うん、そうメディアの人を見てるよ。さあそっか。うん、つまりいろんなメディアで YouTube について記事を書けって言われてる人がたくさんいるうん。うんうんうん、多分この記事をしっかり読んだ人はそういう人だと思うああそうね、確かに。うん、うん、でそういう人たちの頭の中にさ,<え>さあそう 何23万人しか登録して24万人登録してるだけで、うん、なんでここ5位に出てんのって <laughs> みんな思うよね誰こいつっていう他は他は全員知ってると思うねそういう人やったら、うん、他は全部知ってると思うんですよ、うん、そうねでつだけゴーン入っててさでしかもなんかこれリベラル系の時事ネタとか言って <laughs> ど何これみたいな <laughs> そんなもんみんな見てんのって <laughs> なんでなってなるわなうんなって見てると思うんですよ、うん、あの日以来なるほどかなりのそのメディアのこれ<ー> YouTube に関して記事を書いたり喋ったりする人たちがうん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 でそういう人たちの脳の中にですねもう、うん、ヒカキンとかと同レベルで入っちゃったズボンっていやーそれはそんなうなんいやその認識としてはねあ 事実じゃないですよ。でも認識として入ったわけです。まあ確かにこの y o u t u b の記事。はじめ社長え？いや YouTube の記事の上の方のサムネイルにさ、ヒカキン、うん、ハラミちゃんひろし、これ人付きマウスだからな。おおそ,そうそう。<ご>で四つ並んでるやんか。こんなトアップやめてよって思うんだけど。ゴイ<え> <laughs> <laughs> がゴ位なのに。うんでなんでここに入れてるかって言ったらさだら。ここ,こみんな知ってる顔バックだったらさ。うん 何こいつっていう引きがあるから、うん、語彙だけで入ってるんですよ。にうん、だからこういう存在としても認識されちゃったわけですね。<ー>でそうするとそのなんか何か書いたりとかするときにさ、うん、言及するようになると思うんですよね。一突き漫殺によるとみたいな感じ？うんなんかだからそう YouTube 最近の YouTube の動向とかで必要か出てまいってる、うん、じゃあさじゃあ一突き漫殺っていうのがありましてですね。そうなんか波及効果があると思う。 うんこれ一発で終わらないって YouTube に関する言説っていうのもあるじゃんそこにそこにね入っちゃったと思うんだよねうんそうするとさその、うん、なんていうの、うん、位置づけが全く変わる、うん なそこそれがですねひとつきマスどういう影響がっ,っていうのは、ね、ちょっとまだ読めないけど読めないねだけど何かこのなんでこんな絶対少なく少なくとも<う>あの嫌がらせしてくるやつは増えるね絶対ねいやもうやめますか <laughs> <laughs> そんだけ注目されたらたださえ視聴者に嫌がらせしてるような番組なのにさ<う>真実伝えすぎて ね、そう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  <laughs> 暗い気持ちもひとつき万冊見たら暗くなること嫌いですよ日本に未来を感じることはできなくなるっていう、うん、よくないですよねだからそのちょっとね、うん、そこを考えるとですねうんこう時事問題 でも、時事問題を切るみたいなスタンスで見にくるわけですよね、もう多くの人は。時事問題を切るというスタンスで、ああ誰かちょっと、その玉川徹さんとか、あの朝日新聞く、あの朝日テレビ、テレ朝、クビにならないかなって期待してたんですよ、私。<laughs> テリアセールでも高い給料で雇って、一<や>つもと、ね、ついてもらって、自 <laughs> 分が <laughs> 逃げるみたいな。もうもうサって誰かアナウンサーを雇おうかなと、<laughs> <laughs> <laughs> 思うんですけど。あらそう一郎じゃあねちょっと多分ユーチューブの操作から教えるなあかんからさ。<laughs> <laughs> 誰かアナウンサー雇えないからもうちょっと誰か買い変わってくんだいもう芸能人。<laughs> あの人とかいいんじゃないかな、うん、辰巳拓郎とかうん辰巳拓郎さんに「ひとつきます」うん、やりませんかちょっとそういうのもちょっと考えていいかなきませんね何かね、うん、でもまあその、うん、そういうことを考えるとその、うん、最近やってる時事問題禁止、うん 縛りはですね、うん、方向性としてはいいかなっていう気がします時事問題禁止縛りっていうわけでもないんだけどね何つ、うん、ったらいいのかな安富さんと最近時事問題じゃない動画を2つ撮ったじゃないですか、うん、福沢育氏の夏目漱石とかね、えー、その辺り撮ったんですけどあのー、なんでそういうことをしてるかっていうとまあもともとなんでこのチャンネルをやっているのかこれは著者の 応援のためにやっております著者が応援できるんだったら何でもいいわけですよね。著者の本が売れて著者が豊かになってさらにもっと硬い本を書いてもいいぞっていうふうにこのサイクルを作りたいわけですよね。でそのために時事問題やるんやったらいいしうそうじゃないんやったら他の方がいいしっていうこれ何でもいいわけなんですよ。 で,もでも私の場合、だから時事問題をしゃべってもですね、別に何も新しいことを知ってるわけでも何でもないから、まあ別の切り口っていう、そう,そうそうそう、うん、それそれだと、その時事問題について何か深い新しい目新しい何かとかいうふうに人来ると、肩すかしなんいや、安みさん、それはですね、はい、日本国民のリテラシーを信じすぎです。<laughs> 言ってるんんですか安さん文化庁の調査によると、好き、0冊、本を買うという人がですね、つまりあったかない人セ50%ですよ。恐ろしい。それ、漫画とか雑誌とかも入れてですからね。ねほとんどの人は、新聞の一面を見ただけで、くらっとするだけです。気持ち悪くなる。そういう人たちに時事問題がある。 こういういのがあるでこれはこういう見方なんだよこういうニュースなんだよっていうのを伝えることは十分価値があることです。なるほど。はい。そういう線を無視しすぎたわけか。うんなんでまあちょっとえー、高みにいすぎた。多分どれだけボンクラの東大生でも。 新聞の一面見た瞬間ちょっとあの目がクラクラするっていう人はいないと思うんですよ。東大生だったらね。東大生だったら。怪しいけどね。うん。怪しいの。怪しいな。怪しいかしい、ま。東大生でそれたんですよ。だって私十年ぐらい前だけどさ、一年生向けのセミナーやった時に、うん、なんかそう私の授業半年ぐらい聞いてすごいこういろいろ考えるようになったので、科、うん、学心みたいなものがこう科学心と言ってなかったけど。うん やる気出てきたんで<う>今日から新聞ちゃんと読みますとか言ったからさそれはあのさすがにあの「読めな」って言って「一詞読むだけじゃなくてちゃんとたくさん読む」とかっていう話ではない <laughs> いやちゃんとちゃんと読むと読みかもしれないけどさ「<ん>お前な」とか言って「新聞見たら草のも読む」読むなって言っても <laughs> いやあのー「毎日本を読め本 <laughs> まあなまあでもね あの本を読む、新聞を読むっていうのはほとんどできないんでね。ねあのまず大前提として、高い。高い本が高い。高い買えない。無理です、ほとんどの人は。そこまで価値を見出してない。うん、で、さらに言うと、本は、えー、と例えばですね、今ここに闇からの目覚め、アリス・ミラーという本があります。2000円で売っております。 でえー、っとね、えー、あ手元にですね、新しい国へ、美しい国へ、完全版、安倍晋三っていう本があります。これ800円です。えー、じゃあ、これはですね、安倍晋三の本の価値というのは、アリス・ミラーの闇からの目覚めの2.5分の1である。とんでもないぞ。すよ、0 0 0万分の1よりも、まあ凹んでるわ、マイナス。<laughs> マイナス凹んでますよね。うん つまりこれはちゃんとした経済 <laughs> 価値と経済価値の価りが成り立ってないんですよ関係ない無関係ねいや例えばそうだね同じ文,やっぱ文春さんの話なんで文春の文,文あの新書紹介するんですけど、えー、東京新聞社会部が書いた「平家を買わされる日本」っていう文庫があるんですよねでそれと、えー、この「美しい国へ」っていうのはですね値段ほぼ一緒です800円と850円果たして 価値は同じぐらいでしょだからそういうものがいろいろ歪んでるんだよなだからその歪んでる状態の中でそうするとですねあの例えば、えー、ファッションでイメージするとですね高いファッションっていうと例えばですね、えー、エルメスルイ・ヴィトン、うん、ドルチアンド・ガッパーナクリスチャン・ピーオン 買ううっていいレベルじゃない、うん、もうす,すごい高いじゃないですか。ねえ <laughs>。そ <laughs> でどういうのがあるとするじゃないですか。<laughs> うんうん、ででこれが、えー、皆さん想像してくださいねそういうクリスチャン・ディオールとかエルメスとかルイ・ヴィトンとかいっぱいあるところに隣にユニクロしまむら GU こういうのが置いてあるとするじゃないですか。うんうん、で値段全部ほとんど一緒な。 いやそう <laughs> で、それで、えー、っと、えー、っとね、GU とかユニクロとかしまむらで、と、ルイ・ヴィトンと、えー、プラダとか、えー、ドルチアンド・ガッパーナとかの、あの値段の差っていうのは、布の量で決まってるというところをイメージしてください。ね香り屋さんから でそういうふうになると <laughs> ドルチアンド・ガッパーナとかエルメスとかルイ・ヴィトンの職人さんは生きていけますかいやもうそれは無理ですそもそもありえないね。ありえないよね。ってことは、うん、今の世の中っていうのは真面目に本を書けば書くほどダメになっていく状況なんですよ構造的にそのもそ,のもそのも真面目に本を書かれて生きていくのは不可能,不可能です。で,で,すでも本っていうのは 30年前に真面目に書かれた本っていうのは記録として大事だし読んで価値があるわけですよ。でさらにあの他にもいろんな古典っていうのがあるよね。で100年前に出された本が今でも残ってるっていうのは価値があるわけですよね。だから100年先にも残る本が真面目に書かれる状態にしないとダメなんですよ。ダメなんだけどもこの出版業界の再販制度っていうもののせいで。 市場が歪められていて、真面目に本を書いた人も、薄っぺらい本を書いた人も、同じ価格で出しますっていうふうな状況になっていくわけですよ。で、そうするとですね、何が起こるか。ね、あの皆さんの中には、えクソ本も、あ要するに、まあ、安倍晋三の本なんて800円出しても買いたくねえよっていう人いるじゃないですか。でも、その横にいい本が1000円とかで並んでたら、もう分からなくなってくるよね、物の価値の良さっていうのが。 価格と価値っていうのは本来比例してるはずなのにクソはクソの値段がついてなくっていいものにはいい値段がついてない世の中だとですね本に対してものを買おうっていう欲求が出なくなるよこれだからクソ本が溢れてるこの状況だといい本も埋もれて本なんかに金出してる場合かよっていうことになるんですよそういう状況ですよ今、えー、いや例えばですね私が最近あの読み直しているのが岡倉天心ね とか、あと,、ええ、えとジョン・スチュワート・ミルの、えー、と大学教育についてとか、えー、こ,うこの辺りの本とかさ500円で買えるんだよ。そういうのさやっぱじゃ <laughs> 何度も取り上げて申し訳ないんですけど「あの美しい国へ」っていう安倍晋三と,<し>えと大学教育についてジョン・スチュワート・ミル <laughs> 値段比べると800円と540円なんですよこれ。うんってことはジョン・スチュワート・ミルの方が価値がないのかだから安いのか。 なわけあるかいって話でしょ。でもこれファッションで例えるんだったらあのユニクロの靴下が、えー、800円で売っているのに、えー、隣にルイ・ヴィトンのマフラーが540円で売っててどっちの方がいいですかって言われるのがもう何十年も続くとさ本当はルイ・ヴィトンがこだわって作っててももう良さ分からなくなってくるよねみんな。 でルイ・ヴィトンとユニクロの良さだったらまだ触ってすぐ分かるけど本は読んで理解しないと違いが分からない状況ですよでそうすると、あのー、どん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 えクソ本も増えていくしクソに合わせてえクソみたいな本を面白おかしく紹介したりする方が良くなっていくわけですよああ490万登録いや別にそれは私オリエンタルラジオの中田さんのことを言ったわけじゃないので <laughs> いや、たまたま数字が思いついただけです。落ち着いた、ぼんやりと、うん、緊張しまってる数字が見えただけです。りそんな関係ない、いや、論中 <laughs> じゃないです。悪口 <laughs> <や>、あんりは。<laughs> 折り返しの中田さん、ちなみに、私、尊敬してますからね。うんああ、やっぱ、すごい人ですよ。で。ただ、まあ。それよりも。まあ、文春読んでる読者層の人たちには、刺さってくれたっていうのは、ありがたいことですよね。うん、だけど。本が。 もうアホみたいな本もいっぱいもうばらまかれてる世の中だからこそ、えー、まずアホみたいな知識しか手に入らなくなってるわけですよでさらにそのアホみたいな知識を面白おかしく紹介するとアホみたいに増えるわけですよでそうするともう風船の乏しみなんですひとつき万冊やってることで本来にもかかわらず5位になったってこれなんでないの、ねうん、すごいこと希望ですねうんただ 本来はもうこの誰もやろうとしない、うん、そ,そもそもでもさこれ他の人たちユーチューバーの有名な方々もん、ねうん、今回初めてこのひとつき万札さん43歳ってこという人を初めて知ったんです <laughs> どうもひとつ冊四札43歳です何やねんそれとか思って見たと思うよ、うん、で何やねんこれって思われたと思うよこいつ, <laughs> ここいつだんだん1日 5, 5時間アップしてるじゃないかみたいな <laughs> え 千日間 !5 時間ポ <laughs> 何こいつあでもおかしい YouTuber の方って、ね、10分ぐらいの動画を上げてるじゃないですか <laughs> まあでも編集に23時間かけたりするかか,かかってますかかってますうんそれをせすねただ無編集ただ流し5時間 <laughs> 毎日千日 <laughs> 間<ー>何こいつまあそろそろこれちょうどなんかの大食い選手権とかね うん、あのなんかいきなりだから今まで大食いり3倍ぐらいで勝負したところに10杯食うやつが使える感じですよ。なるほど、うん。まあでもなあ,あのじゃあひとつ万冊がですね、うん、え皆さんにあの何を伝えているかもっと伸びていくかためにはどうしたらいいのかっていうのを考えた時にですねこの 真実を伝えてくれるから嬉しいっていうコメントとか結構あるんですよねでそれは大変ありがたいあのことですただしこれでやっぱ伸びるの限界あると思うんだよねこれはもう本当に2,3千年前からですね宗教のあり方とかを考えるとすごくわかることで、えー、皆さんに真実を今言いましょう、ね、あなたはいつか寿命が来ます って言われたらさ、うん、嬉しいですか知っとるぐらいみたいな感じで。あなたはいつか寿命が来ます。今苦しいこと楽しいこといっぱいありますよね。でもいつかあなたは寿命が来ます。<laughs> <laughs> って言われたらさ真実だけどさ <laughs> <laughs> どう <laughs> 聞いてて。いやでしょ、うん、ね だってその自分がこの世からおさらばするの怖いじゃないですかでその時に宗教はねどう言ったかっていうと死後の世界っていうのを作り上げたわけじゃないですかでもじゃあ宗教が本当に死後の世界のことを伝えたかったのかっていうと違いますよねこれはおー いやお釈迦様とかあのま学、あ、ん、まあ、でもお釈迦様がまたちょっと違うお釈迦様は死後のことについて語ってないけどもお釈迦様とかがイエス・キリストがさ天国とか地獄とかを真剣に語ったっていうんじゃないよあれはあの後に広げようとした人たちが天国とか地獄っていうストーリーを強化していったわけですよそれでもそれなんで天国とか地獄っていうストーリーを作ったかっていうと伝えたいのは キリストとかお釈迦様の教ええを伝えたいわけですよね本当に天国とか地獄があるんだよっていうことが伝えたいわけじゃないじゃないですかだから真実っていうのを伝える時にその真実の中に方便がいるわけですよ仏教風に言えばさだからそれをちゃんとやっていかないと真実だけ伝えるっていうふうにやっていくと伸び悩むと思うんだよね 死んだみたいになるよ。むしろ、あの、なんて言ったらい,いのかな。えー、伸び悩むところか。うん。貼り付けになったりしますね。うん。貼り付けになる。どこ骨だ、が真実を突きつけたイエス・キリストの運命を見よう。<laughs> うん。やっぱ、ダメですよね、それは。うん、うん。だから、研究ありまいちですね。うん。だから、自治問題っていうのも、うん。 すごく気をつけて扱わないとダメなんですよね。うん、うん。まあ、時事問題についてですね。えー、これからのコロナウイルス何が来るか。で、そしてですね。えー、日本経済の未来は一体どうなるのかとかですね。本気で語ったら誰も見ないと思うんだよね。<laughs> <laughs> 誰も見ないですよ。うん。マジいやマジ怖いんすけど。うん。だけど。 それを伝えてももう誰も見ないし <laughs> かつそもそも伝えたとしてもどうしたらいいのっていう話になるからなりますねうんだからやっぱそこは限界があるわけですよいけらんないもんねもはやね普通にやってる限りはそう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 ,そう普通にやってる限りり気をつけようがない、うん、気をつけようがないしもうどうしようもないことに対して いいですか「どうしようもないんですよ」って言われたら「うるせえよ!」ってううなるじゃないですか <laughs> どれだけどうしようもないかご説明しましょう、うん、どれだどうしようもないか,ないかあなたが思ってるぞ10倍ぐらいどうしようもないんですとかってと思ってるだろうとすると 1>, 1億倍ぐらい大変だぞとかってっっで最終的に言えることは「ですね大丈夫人は寿命がある」とか言われたら「うるせえよ!」って話しなるだけやろ <laughs> <laughs> だからね著者を応援するっていうキーワードでかつ世の中にとって意味のあることをするというふうに考えるとですねあの真実をそのまんま伝えるというのは伝わらないんですよこれは難しいもんですねいや例えばえー、っと「痩せたい人はカロリー制限をやめなさい」ってさなんかいう本あるじゃんはい えー、痩せたいならその食べ方は間違っています。炭水化物イインンスリンモデルダイエット法っていうこの本ね書いてるでしょこれどういう本なんだろうねこれがなんか売れてるらしいね。あみんなバクバク食って痩せたいもんそりゃ。バクバク食ってえー、痩せたいんやろうねこれは。うん で、えー、じゃあ、バクバク食って痩せるのと、ちゃんと運動して、えー、カロリー制限をして痩せるのと、どっちの方が健康的でしょうか。バクバク食って痩せるのが健康的なんで <laughs> <laughs> <laughs>。って思いたいからね。 でもね、まあ <laughs> これはだからガリガリ勉強するとあほなんでみたいな話なんですかねうんインスリンを節約するという食事の取り方っていうのが大事なポイントらしいですねああ<ー>うんいやだからなんていうかそのみんなつもう最近はもう少数派だったかもしれないけど賢くなり,、うん、なりたい人いるじゃないですか <laughs> 勉強して賢くなろうと思ってる人を ああ昔はいたよねそうね確かにうん <laughs>、うん、<laughs> そういう時にさそのそう方法注文があるよねうん、うん、こうむやみやたらに勉強すると大変なことになるじゃないですかまあそうねうん、うん、で,でとはいえさなんかあのじゃあちゃんとして正式に大学で勉強してきちんとやるとかって言ってもまたこれも大変だな,なんですよねうん それでそのこの間あの夏目漱石っとことをお話ししたりですね、うん、り自分自身の鉱脈に突くちばしが突き当たるというような体験とかいうのが重要になるわけじゃないですか。だからむやみ当たりに勉強してもアホになるしきちんとちきちんきちんちゃんと勉強してもアホになってやっぱりでもやっぱり自分自身というものを失わないでいるっていうことをしながら勉強するっていう難しいことをしないといけない。うんうん けれども、そこ見つめてないと、どういう,ようなことになるよっていうことはあります。うんうん、そういうことではないんですかね。うん、全く違うと思いますね。<laughs> 関係ないんか。関係ないと思いますね、うん。それはもうハイレベルすぎる。ぎる <laughs> それが、それがインスリンと関係ないのか。うん、これはだから、 なんかどうも、えー、読んでいるとっていやあの出版内容情報をチェックするとあ、はいはいえー、肥満のメカニズムとしてえ本当の肥満の原因はカロリーの取りすぎや過食ではない肥満をの発症にはインスリンを中心としたホルモンが、えー、関与する。 糖質制限ダイエットも基本はこの食後の血糖値の急上昇を抑える。インスリンが過剰に出ないようにすることがルール。しかし極端な糖質制限は長続きしない上に病気の引き金にもなりかねません。で、要するに食後の血糖値がギュイーンって上がりすぎないようにするためにはどうしたらいいかというふうに、ここにフォーカスしてますね、<あ>これは。 食べないという辛い我慢や辛い運動もなく、ちょっとした食べ方の習慣を変えていくだけで痩せる。食後の30分に500ミリリットルの水を飲むだけ、えー、夕食後にぬるめのお風呂に入るだけ、食後の後にすぐ家事をするなど、食べ方、工夫を用いて食後の血糖値の急上昇を防ごうと。要するにこれは血糖値スパイクっていう、あの食べた瞬間、眠くなるのあるじゃないですか。ね、<で>あれね。あれ あれがあのなくなるっていうことが大事なんだよということなんですけど、まあ、でもいろいろようやく見たけどなんかそれ、うん、腹8分目ってやつや、ね、えー、腹8分目をかつ、えー、血糖値スパイク食べた後に眠くならないようにするようにちょっと動いたりとか、うん、でそんなの知ってるよっていう話をちゃんと書いて でも、それすらできない人が多いわけですよね。山田さんは難しい。難しいよね。だから、もう伝えたいみんなストレスまみれで、くそ忙しいからさ。あうわ、ぶっぱたみたいな,なってよ、ね。また売れへんことを言うね。<laughs> <laughs> <laughs> で、だってさ、<う>だってさ、その腹がもうくそ伝わって、く、くさ、くたくたで帰ってきてさ。うん、もう食欲ないから、まずビール飲んで。うん。食べる気になってきたら、がく。 ても,もうすぐになんかあの仕事もあったりとか皆さん見ないといけないテレビがあったりとかしてさガガガっと食ってで YouTube 見たりテレビ見たり寝て,寝てしまうそしてまた夜中に目が覚めてみたいなしダイエット本書いてください痩せたい人は心のダイエットから始めなさいこれでいこういやまさにそういうだから無理やっちゅうにやから結局これ無理な本やだめだから <laughs> 無理とか言わないのよ できなくていいから、ね、どうせ食べた後ちょっと運動したらええよとか食べ過ぎない方がいいよとかっていうこともねあそうだねだからえー、っと今まで数多くのねあのダイエット本ダイエット法に挑戦してきた皆さんカロリー制限糖質制限食べた後に少し運動するそういうことをねずっとやり続けたと思いますそれとも挫折したその理由は実は食欲にね食べる量とかそういうもの以上に本当の原因があるのですそれを 実現するためには心のダイエットからすることなのですうんぬんかんっていうのでそので、ね、その原因を突き詰めるとですねこういう子供時代の虐待虐待に原因があったりすみだいいの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 そこをライトに書いて<う>えっとうまいことあのコーティングしたらそれは売れますだけどね<ー>安すさんがすぐねその「じゃあありすみだよ真実を伝えてやるぞー」っていうのはでそれはいいかみんな真実を言おう みんないつか寿命が来るっていうのと一緒やから <laughs> それ勝ち芸し <laughs> も<う>あかんねんそんなことあかん、ね、あ,かあかんあかんそのね興味があるのが真実を伝えたいっていうことに対してなぜそんなにこだわるのか別に伝えたいんじゃないねそでそして真実、うん、それ真実を見たとしてもですね結局誰も見,れへん見,見られへんやんっていうのが真実ですよ だからそれ結局だか何をしているのかというとですね,ね真実につい真実を語りたいだけなんです。真実を知りたい、<で>真実を知ってさ、なるほどな、<laughs> なるほどなっていうことだけなわけです。で、それを別に人に伝えてどうこうしようとか思ってないからさ、ただ,ただ垂れ流してるだけやで。だからそうするとね、ね食えなくなりますよ。 ねえ恐ろしいねもう国立大学本当、うん、ありがたいよ思う、うん、だからいや国立大学にじゃあクッキ取るのやめて戻ってくださいよ <laughs> って話になりますよいやだからここでそれをやり続けるとる東大っていう大きい組織だったら,ら東大とかの教授だった <laughs> どんなに幸せが起こってるかもしれないいやだから東大っていう組織であの垂れ流してどうせ誰も見んけどこういう近況私やりたいんやわー <laughs> 公務員いいな準純公務員やけどみたいな感じでやる分にはいいけど 生の資本主義のところでそれやると、ただのたれちるだけです。そうなんだよ、だそれが真実ですよ。あ誰も聞かない。も聞それは聞きたくないことだもんね。<laughs> だから、そんなのがよくないんだっていうふうに言っても、だもうそんなふうによくないんだって思うのが、まあ、ちょっと考えて、真剣にね、真剣に考えました。東大でやる分にはいいんだよ、わかる東大で、私は真実を探求したいだけなの、それが伝わるかどうのか、シャン っていうふうに言うそういえばいそうじゃないですか、うん、そういう研究者とか学者、ね、いないい,い,んだい,いそう <laughs> いそうこれがいないんですよい<や>知っとるわ知っとるわだけどいそうでしょでそれは東大だったらそそそねそれはできるけど生の資本主義のところでやったのたれ死ぬだけでそれに対して全くそれがけしからんって言ってもやっぱりのたれ死ぬだけそれが真実なんですよそうだねねだねねから そこをどうコミュニケーション取るかなんですよ、うん、それの一つの切り口が自信ネタなんだけどすぐに真実をしゃべりたがるんだねでも、うん、その真実に関しては真実をそのまんま言ったら誰にも見られないよっていうのも真実なのにそこでのたうち回ってもしょうがないんですよ、うん、だからそこを考えてくれへんと困ります 考えてますよ、ちゃんと。日々。ね、日々ね、間違った方向で考えてるの知ってるよ。おかしいな、なんでやねんな。間違った方向で考えてるのは知ってる。間違った方向、うん。何をしゃべれいいですか、じゃあ。真つ以外。いや、だからさ。だから。だから、らお東大じゃないんですよ。東大じゃない。東大じゃないね。だからね、イのところ公園ですらなくてね。公園ですよ。ってチャンネル会をされる。ねってチャンネルえそういう場でに適用しないとダメなのに。 適用しししなないだけかしかでフィードバックしてください、ちゃんと。そうね、うん、フィードバックしたくないんだったら、Google 買収するかどっちかです。<laughs> どっちかにしてください。Google 買収しようかな。じゃ <laughs> そのお金用意してください。どっちかです。今、時価総額いくらやるちょっとある。Google <laughs>、えーえー、時価総額せ。そんなあほな計算し無駄えっとくで。いっ 四四兆ドル,超ドル200兆円ぐらい用意す p <laughs> 日本の GDP ぐらいは電通を買収する方が早いですね正直 <laughs> 安いねはる、ね、かに安いはるかに安いはるかに安い早速、うん、そうやったら大日本印刷がいいと思うな、うん、ここはね時価総額の割にね いやいや福さんが大きいんですよちょっと200兆もあるんやったらっていう想定で福比市さんとか銭でええからもう <laughs>。<laughs> えっとだからこれちゃんと続けて伸びていくためには、うん、あ東大まあみんなが東大の教授って何考えてるんだろうなとか安臣さんって何考えてるんだろうなって気にすることはあると思うんだけどあの。うん やっぱりそこに適応しないとなフィードバックで,ではねしょうがないですねうんうんやっぱ夏目漱石見習わないとね夏目漱石の講演録はみんな見ないけど小説はみんな見たいうん、うん、見習わないとうん、うん、見習わないとねうんうん、うん、あと宮崎さあの小説だってねあだったらあれし新聞の連載小説でしょ朝日、うん、新聞のねあんなこのこんなこんなちょっとしかないところで毎回みんなを引きつけるって大変なことだよねうんそうよそれりやり抜きはったわけやからね 大事ななことやなう,ーんうんバカにしたからことはね本当にねバカにして,にしてたんに <laughs> ちょっとバカ<え>にしたらあかんでっつってバカにしてたんですかちょっとバカにしたかもしれない <laughs> あかんはもうこれだか,から東大今日ちょっと寄せてみたらほんまにもう <laughs> あかんぞ、ね、<laughs> ドステフスキーのやっちゃいいよねみたいな <laughs> うわーみたいだよほんとあれほんでたよねロシアビッツたちの人や。 それはねっ泰 <laughs> 富さんが真実を探究したいねでそれで、えー、YouTube で語っているでそれ語り続けても見られないんですよ見られなくなっていくんです <laughs> それはねでだけどそれは東大でやる分にはいいんだけども YouTube っていう環境でやっぱ適応しないとダメなわけですよ。 でもこれができることというのもしできたらこれは人類日本人の希望ですよだってみんなそうじゃんみんなこの世界経済の大きい中でどうやって適応したりかわからないよ大変だよわかんないよ知らないよって言ってどんどん貧しくなっていく中でちゃんとロールモデルになれたらですねいいことなんですよそれは別に東大教授が言うような成功する方法とかじゃないですよ 全然そんなんじゃないないけど今までの自分の働いていた環境が変わったとしてもちゃんと自分の価値を表現できるっていうふうに仕事これが本当にちゃんとできるようになることをみんな望んでますよ。うん、だから安富さんが率先してやってほしいないつまでも真実をバレ流して、うん、私は食べ流してるだけでいいや聞いてるだけでイエーイ <laughs> でいつか、いつか、ね、安冨さんは知ってる。欲物をなくす人だと、散らかす人だと。そして、いつか、ね、あのそういう感じで、えー、例えば時間にも遅れる人だと、私は知っている。いつか、清水友好が折れて、もうしゃあないな、安冨さんの好きなようにさせるしかないなと思う日が来ると、信じているかもしれないが、私は折れない。<laughs> 金には帰られんみたいな。毎日言うよ毎 <laughs> 安富さんが何分遅れそうなあ今日ごめん遅れたとかって言ったら1分遅れただけだ遅れてんじゃねえと遅れる場合は連絡をしろと言うし私はこんなふうに真実言ってるだけからって言ってもそれじゃダメだと一生言い続けるよ私はだって安富さんがちゃんと変わって適用してフィードバックすることが日本の出版業界の希望なんですからあなたねそのためにやってるんですようーんまあそれでも 変わらんかったらもう日本も終わりだしもういいかなそれはね大変なことやねとちょっとその「夏目漱石」を見習います、うん、バカにしてたもう思い読まなあかんなバカにしてたとか<え>もうちょっとつまらないんだよね <laughs> <laughs> ーだから <laughs> そのもうちょっとそのあの「切ったはった」の世界でやったはって切ったはったの世界でやってた上にここまで影響をのば残してるんだからさ すごいことじゃないですかだけど宮,宮,宮崎駿の映画はうん、うん、バカにしてないねすごいなと思いますあれはよくこんなやばいこと言ってみんなにバレないなんてすげえなて、うん、そして大ヒット、うん、あれはどうやってやってるのかなって常に思ってますけどね、うん ままあまあ多分夏目漱石も同じことなんでしょうね。おうよ。うん。ああ。しかしな、あの真実を垂れ流したいだけなんだと。ね。い、えー、うのは変えましょう。もう、うん、でも,もういいよ、もう無駄無駄、うん。無駄なんじゃない。それは東大でやりましょう。東大で。無駄じゃ無駄,無駄,ゃ無駄す。東大でやるんです。で、安富さんが伝えたいことは、<laughs> あの別の形で伝えるで伝える必要があるんです、ねそうねうんそこは無駄じゃない。やり方では違うね。ああああ真実をストレートに重ねなるのは無駄なことしていかん,うん。無駄でもないんだよ。それ研究とか、まず無価値だとは言ってないです。真実を追求い<や>探するとか。y o ー t u でやってのけるのは無駄だよね。YouTube でやってのけることは危険です。危険だよね。<laughs> 危険です無駄ですまない。危険です。 無駄ですまないっていうか、その。無駄ですまれないね、うんだ。イエス・キリストがツイッターやってたら、あの、あっ間にローマに捕まって、あそこで有名になる前に。そうイエス・キリスの YouTube とかっすごいようイエス・キリストがツイッターとか YouTube とかインスタとかやってみもうあの、教え広がる前に即ローマに逮捕ですよ。<laughs> そこ貼り付けですよ。<laughs> 教会ナウ両替商ぶっ倒してやってナウとかって言うて帰ったんです、ね、<laughs> どうなってました女もん。教広がる前に終わりですよなもん。ね。なので、 ちゃんとその時代テクノロジー環境に合わせて、ね、伝えたいことを変えていくこれ大事なポイントです大事なポイントです、ね、絶対ブッダとかイエスキリストが生きてたら違う形で生きてたと思うよ、うん、今メッセージ今もしこれ生きてたらなんか違う形でやってたと思うな <laughs> まあというわけで今日はつあんの話,あの話やったやろねだからひとつき万冊 どうしたらいいかなどうしたらいいか,いいか今後どうしたらいいんかなっていうふうにそういう話をしました <laughs> しかし何で文春で合意なんだろうね相変 <laughs> わらず分からなかったけどからずよくわからん、うん、やっぱりでもその届き方っていうのはあったんですよね再生回数とか登録者数に表現できない何かあったんですか、ね、インパクトというインパクトというものがねやっぱその1000万人 登録していてい毎回何百万とかって再生されるかもしれないけれどうん、うん、それが伝えるメッセージの深さってのはなかったわけなのでそこを掛け算するとやっぱりあのこういう反応に変わる力は弱いんでしょうねその分は。なるほどねうーんまあ私が YouTube で一番大事にしているのはですね魂ををどれれだけえぐれるかってていうことをテーマにしてますのでねやっぱそこがなんかうまいこと表現されたんであったら面白いなというふうに思う けど怖いね。怖いね。怖い、ね、怖い,い。もう、うん、あの家にいるから。これからいろんな形で見方が変わるので。うーんまあ。この辺ちょっと考えていかないとね。ね、えー。というわけで、えー、今日も読書ということでチャンネル登録といいねよろしく。うちの番組カンパで成り立ってるんで皆様のカンパで支えてくれると嬉しいなと思います。それでは。